連合規約、連合及び、永遠の連合規約、連合及び、永遠の連合規約、アーティコルズ・オブ・コンフェデ d p e r パーペチュアル・ユニオン、一般に連合規約、連合規約、アーティコルズ・オブ・コンフェディは、アメリカ独立戦争において13植民地の、相互友好同盟を定めた規約。連合の名称を、アメリカ合衆国と定め、13国を統括する、連合会議の設置を定めた。 アメリカ最初の連邦憲法とも呼ばれている。この規約は16ヶ月に及ぶ討論の末、大陸会議において1777年11月15日に採択され、1781年3月1日にすべての国の承認を得て発行した。この規約は連合会議に外交、軍事、国間の関係等にわたる権限を認めていたが、13、 国はそれぞれ絶対的な主権を持っていた。そのため内政は混乱状態を呈し、強力な中央政府自立が求められた。その後1787年にアメリカ合衆国憲法が制定され、1790年5月29日に13、国すべてが合衆国憲法を批准したことにより、連合規約の効力は消滅し、その役割を終えた。 連合規約の起草に当たった人々の多くは、後に合衆国憲法の起草にも関与した。だが、連合規約とか衆国憲法との間には異なる点がいくつも存在していた。連合規約は、全文と十三の条文、及び署名の不死によって構成された。十三条文の概要は、以下の通りである。 ボストン茶会事件後、13植民地がイギリスからの独立を決意したとき、同時に植民地間の連帯を独立後も維持するために同盟関係の樹立が図られた。13植民地の結束によって、イギリスへの抵抗運動を推進してきた愛国派の指導者たちは13国の連帯が独立達成とその保持のための当然の前提として捉えており、 そのため独立に際して連邦に関する基本法の制定が求められた。大陸会議は1776年7月4日のアメリカ独立宣言採択直後から13国の間に同盟を形成することを目指し、その起草委員会が組織された。連合規約の原案の起草はジョン・ディキンソンによって行われ、総案は1776年7月12日に、 大陸会議で報告された。この草案は一旦中断の後、翌千七百七十七年十一月十五日に大陸会議で採択された。同案は批准のために十三国へと回され、千七百七十八年二月五日にサウスカロライナが最初にこれを批准した。その後千七百八十一年三月一日にメリーランドがこれを批准したことですべての国の承認を獲得し、 連合規約は正式に発行された。批准までに3年以上もの時間がかかったのは、主として西部領土の領有権が絡んでいたためであった。複数の国がその領有権を主張し、土地統計業者の思惑がうごめいていた。またメリーランド、ニュージャージー、デラウェアなど西部に領土を持たない国は特定の国がこれを領有することに不満を示し、これら3国は、 西部領土を連合全体に帰属させることを主張した。特にメリーランドは強硬にその意思を示したが、バージニア、ニューヨーク、コネチカットの各方が、オハイオ川以北の土地の領有権を移譲することを明言したことで、ようやく連合規約は成立した。ただしコネチカットについては300万エーカーの土地を引き続き保有した、西部特別保留地。 そして発行翌日の1781年3月2日、この規約に基づいて最初の連合会議が開催された。連合規約は、アメリカ合衆国を独立、自由、主権を有する国の恒久的同盟と規定し、戦線と交話、外交施設の交換、条約の締結など、対外関係に関する権限を連合会議に与えた。連合会議における議決は、 各法一票とし、旧票の多数をもって可決されることとした。大法と商法の間には、大陸会議発足当初から代表権について対立があったが、当初から取られてきた各法一票の方式が採用された。連合会議には、国防、外交、中華などの権限は認められていたが、課税権を持たず、対外通商及び諸法官の通商を規制する権限。 常備軍を保持する権限もなかった。また各方からの拠出金によって運営されていたために、連合規約の時期のアメリカ合衆国の財政基盤は脆弱なものであった。輸入税が独自の歳入源として挙げられたが、それを実現するための各州の賛成は得られなかった。外交的立場も弱いものであった。この財政基盤の脆弱さは、 1776年から1777年にかけての時期に連合会議に課税権や通商規制権を与えることを主張した愛国派の指導者がいなかったためである。愛国派の指導者はそれぞれの植民地議会のみが人民に対する課税権を持ち、本国議会には課税する権限はないと主張してきた。そのため、たとえ彼ら自身が形成するものであっても、 大陸会議、連合議に課税権を認めることはできなかった。そして連邦に外交権を与えたとしても通称について連邦から規制されることは好まなかった。しかしながら大陸会議にある程度の課税権が必要であることは1780年までには多くの大陸会議への代表によって認識されるようになった。1777年には 連合規約の審議において国の権限を守ることに必死だったノースカロライナのトーマス・バークは3年後には大陸会議に輸入税徴収の権限を与えることを提案した。1777年に採択された連合規約は前年に用意された草案よりも国の権限をより強く規定し連合会議の権限を制約していた。独立が宣言されるまで 各植民地の革命権力は行動の正当性の厳選を罰しば、大陸会議の決議や勧告、助言に求めた。革命の推進機関としての大陸会議の権威は高かった。しかし諸法がそれぞれ憲法を制定し人民に基礎、奥政府を構成してしまうと、自らの正当性を獲得するために、大陸会議に依存する必要はなくなり、むしろ国が、 大陸会議に正当性を与えると考えるようになった。そうした事情のために大陸会議の権威は低下し、むしろ連合規約の審議にも影響を与えた。だが、連合規約によって成立した連合会議は、1785年と1787年に将来の西部発展の基礎構築にあたって重要な意味を持つ二つの条例を定めることに成功した。 1785年の公有地条例は、北西部領土、オハイオ川、五大湖、ミシシッピ川に囲まれた地域の連邦所有地の測量を、分配の方法を定めたものであった。これは測量した公有地を一辺六マイルの正方形の軍区と呼ばれる区画に区分けして、それを一辺一マイルの36区画に分け、一つの区画を公共あり地として残し、 残りの35区画を一単位として1エーカー1ドルで売却するというものであった。この方式は後の合衆国憲法下の政府にも引き継がれた。また1787年の北西部条例は北西部領土について暫定的な統治方法を定めたものであった。北西部条例では北西部領土に将来的に三内市後の順守を組織して自由人口が6万人に達したときに 旧来の国と対等の資格で連邦に加入できることも定めた。この条例はまた、この地域での奴隷制度を禁止した。1786年5月、サウスカロライナのチャールズ・ピンクニーは連合会議において、連合規約の改定を提案した。ピンクニーが推し進めようとした改定は、国外及び国内の通商に対して、連合会議に支配を与え、また連合会議が、 処方から資金を徴収するというものであった。しかしながら、この提案は連合会議において合意が得られず、改定には至らなかった。連邦体制強化論者たちは、連合規約の改正を一つ一つ、処方に提起して、同意を得るという方法に絶望し、特別の処方代表者会議を開催し、連邦体制の全面的変更を行うという方法を提起した。 1786年9月、バージニア、メリーランド、および中部3国の代表がメリーランドのアナポリスに集まり、通商問題の討議を行ったアナポリス会議。だが、通商問題は他の問題との関わりが深く、連邦体制全般の検討と分離できないという理由により、翌1787年5月にフィラデルフィアで全国の代表者会議を開催して、 連邦体制の全面的検討を行ういう提案を決議した。議長を務めたアレクサンダー・ハミルトンは1787年の連合会議でこれを提起し、同年2月21日に連合会議は連合規約の改正のみを討議するという条件付きで開催を承認した。そして1787年5月25日から9月17日まで。 ロードアイランドを除く十二国の代表が参加して、フィラデルフィア会議が開催された。議長には、ジョージ・ワシントンが意義なく選出された。その後1787年9月17日に、連合規約改定の最終案が採択され、連合会議に送られた。連合会議は9月28日に、これを受諾し、批准のため各方に送られた。 そして翌1788年6月21日、改定案は9国の批准を獲得し、アメリカ合衆国憲法として発行に至った。その後1790年5月29日、13国すべてが合衆国憲法を批准したことにより、連合規約の効力は消滅し、その役割を終えた。アメリカ国立公文書館に存在する連合規約の 複製の6ページ目には、諸法代表者の署名が記されている。連合規約は1777年11月15日に採択され、批准のために、各法へ送付する複製が作られた。また連合会議で保存するための複製も作られた。だが各法へ送付された複製には署名は記されて、おらず、連合会議議長ヘンリー・ローレンス及び、連合会議書記官。 チャールズ・トムソンの署名だけ記されていた。実は、当時の連合規約には、一切の署名はなく、また日付も空白であった。連合会議は1778年6月27日に、連合規約の見直しを行い、それに伴って、署名を行う手続きが開始された。そして連合規約を採択した国の代表者は、連合会議が作成した複製。 現在、国立公文書館に保存されている複製に対して、署名を行うよう通知された。1778年7月9日、署名を記入するための準備が整うと、すでに批准を完了したニューハンプシャー、マサチューセッツ、ロードアイランド、コネチカット、ニューヨーク、ペンシルベニア、バージニア、及びサウスカロライナの8国の代表団が署名を行った。 ノースカロライナとジョージアの2国も批准は完了していたが代表団が不在であったためその日に署名は行われなかったニュージャージー、デラウェアおよびメリーランドの3国は未批准のため署名を行わなかったその後到着が遅れていたノースカロライナの代表団のうちジョンペンだけが先行して到着したため7月10日の日付で署名を行った 後続のノースカロライナ代表団は7月21日に署名を行った。ジョージアの代表団は7月24日に署名を行った。また何名かの代表は最初に署名を行った代表団の後に続いて署名を付け加えた。8月8日にはニューハンプシャーのジョン・ウェントワースが署名を付け加えた。最初の署名が行われた時点では未批准だった3国については まずニュージャージーが批准を完了し11月26日に署名を行った。続いてデラウェアも批准を完了し1779年2月12日に署名を行った。そして最後の署名となったのがメリーランドの代表団であり、署名の日付は1781年3月1日であった。各方の署名者は以下の通り、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。